スタジオリバーサイド。どうも、こんばんは、ギタリストの竹下敦です。緊急事態宣言が発令されましたね。大阪でピアノを弾いていらっしゃるね、ピアノよすすめさんが、ぼやいておりました。緊急事態宣言が出てね、いろいろ大変だと。で、私も今日お茶の水行ってきまして、友人と、ちょっと飲もうという約束していたんですが、どこも8時以降お店はやっていませんでした。これ当然正しい判断だと思うんですが、ある程度ね、そういう事態が出てもその律儀に来てくれた友達には本当に感謝しますし、僕も早々にね、お店探してもこれ無理だなと思ったんで、コンビニで、ビール買って、ちょっとつまみ買って路上で飲みました。こういうのも久しぶりになんか楽しいなと思いました。どういう理由でなのかよくわかんないですが、国の偉い人が緊急事態宣言出してるってことはね、何らかみんなにおとなしくしてなきゃ困る時期なんでしょうから、みんなおとなしくした方がいいと思います。私も早々に帰ってまいりました。ここね、しばらく5月ぐらいにはね、収まるんじゃないかって言われてたんですが、ちょっとなんかあるんでしょう、多分。一般庶民なんでそのなんかは分からないですが、そんな感じで、皆さんもうちょっと緊急事態宣言でね、テレワークとか続くと思うんですが、頑張ってください。大阪のね、ピアノよすすめさんも、お互いね、そこそこ売れてるって、そこそこ売れないミュージシャンだと思いますんで、お互い頑張りましょう。それではまた、竹下敦でした。